こんにちは、バンダイルグルビジです。では今回はギレンデーボージオン独立戦争期ジオン編続きをプレイしていきたいと思います。前回は第二次降下作戦として北米西海岸キャリフォルニアベースの攻略を行いました。今回はそれに続いて同じく北米に位置する東海岸のニューヨーク、この攻略を始めていきたいと思います。それにあたってですね、生産を行っていまして軍団を強化しています。今回投入する軍団なんですけども、第2軍団投入予定で、ここにギャロップを5機、5両なのかな、配備しました。このギャロップを持って一気に北米アメリカ大陸を横断してニューヨークを強襲したいと思います。で、ここは再生への部隊という位置づけにしてまして、まあ、シャアに関してはですね、ザク 2S 型、まあ、いわゆる子宮艦機と呼ばれるものですけども、これのシャア専用機開発してありますので、これを配備してあります。その他、モビルスーツもですね、陸戦タイプのザク2の J 型に、全て交換してあります。これによって、前回最後9ターンだったんですけども、14ターンということで5ターン先に進めざるを得なかったんですけども、その分圧倒的にこのドズルの軍団が強化されているという状態です。これで今回はニューヨーク攻略作戦を発動していきたいと思います。早速作戦発動していきます。進行ルートを表示します。攻略作戦案を設定してください。攻略作戦はキャリフォルニアアメリカ横断ルートを使います。アメリカ横断ルートの方がね、戦略移動ターン数が少なくて済みますので、アメリカ横断ルートを使います。偵察も行いましょう。作戦期間を、これはもう強襲吸収していきますので10ターンでいきます。了解しました。攻略作戦を、ニューヨークをねサクッと取っちゃいましょう。軍団への作戦指示をお願いします。我が軍はこれよりニューヨーク攻略作戦を開始する。地球侵攻作戦を進めていく上で本地域の制圧は必要不可欠なものである。諸君らの一層の努力を期待する。で、その他政策関係なんですけども、ご覧のような状態ですね。少しずつですね、特にジオニック社に対して外交政策活動を行いましたので、50まで持ってきているので、次のターンでうまくすればモビルスーツの研究ボーナスが入ってくるかなと期待しています。この後は木星、あとは月面都市サイド6、このあたりにもしっかりとですね外交交渉を行って好感度を上げていきたいと思います。特にねサイド6が今著しく低いので、こことね、対外交渉をしっかりやっていきたいと思います。ではこれで時間を進めていきましょう。ニューヨークに部隊が到着しました。ではニューヨークにドズルの部隊が到着してますので投入していきます。策略、ここはまず絶対に取りたいのが先制攻撃取りたいので電撃入れましょう。残り20ですが、ここを偵察にするか夜襲にするか、夜襲にしましょう。偵察はギャロップの索敵でカバーします。これで出撃です。なんとかここをねうまくすれば1ターン、どんなに時間がかかっても2ターンで攻略してですね、ニューヨークまで進行に時間がかかったこのロスを取り返していきたいと思います。まあ、ギャロップのね、うわ結構多いな、パッと見ニューヨークの防御が強そうですけど、ここは頑張っていきましょう。ギャロップがどれくらい移動できるかっていうところにかかってると思うので、ギャロップをねガンガン進めていっちゃいましょう。ギャロップ以外ですと、今回だとコムサイが生き残っていたものが2機あったので、そのコムサイもですね今回戦線に投入します。うまくコムサイが機能してくれるとすごく攻略がねはかどるんじゃないかなというふうに期待をしています。あとマップ全体確認しておきます。
水中マップはないので全部陸上ですね。これだと前期撃破を狙っていきましょうか。なので、このまま補給ラインをつなげながら前進していくというのを取っていきたいと思います。では進めていきましょう。では補給ラインをつなげながら前進してきたところで敵も前進してきているようなので、ここで我々も前に出ましょうか。ここにいるのがビッグトレイのように見えてちょっと嫌だなっていう感じはしますけどね。このビッグトレイもどうだろうな、このドズルの大型ヒートホークの前に撃破していきましょう。やっぱりここにレビルがいるな。レビルとドズルが再び相まみえるというね、そういうシチュエーションですね。ここはしっかりと散布もしながら、確実にレビルをまず撃破してですね、敵の指揮能力、これをね、削っていきたいと思います。あとはシャアももう出そう。ガンガン前に出てもらって、敵を撃破して回ってもらいます。あとですね、ザクキャノンを今回連れてきてるので、このザクキャノンもね、うまく機能してくれたらいいなぁなんていうふうに思ってます。手強い敵が出てきたな。だが、ここで負けるわけにはいかない。まずはしっかりとここで、レビルを、ドズルが、再び撃破してくれることを前提にね、どんどん進めていきます。ドズルの大型ヒートホーク。この威力は絶大なので、敵がレビルのビッグトレイといえどもですね、うまくはまってくれれば撃破できるかなと思います。あと支援攻撃としてザクキャノンからキャノンも撃ってますので、ここでね、レビルを一気に追い詰めていきましょう。さすがに残るか。まあ、ただレビルのね、このビクトレイはこのまま削っていって、早めに撃破しちゃいます。で、この後は、ザク2の J 型、陸戦型に全部変えてありますので、前進、前進、前進でいきます。第一目標はレビル。ここをね、どれだけ早く撃破できるかというので、この後の戦況も大きく変わってこようかと思いますので、なる早で撃破をしていきましょう。なあ、ドズルがやられた。ここでドズルがやられるか。ちょっとドズル前に出しすぎたかな。ドズルは軍団長なんで、軍団長がやられたことによるデメリットはむちゃくちゃ大きいな。ちょっとやらかしですね、これは。ここを、ちょっとでも早く攻略して、しまいましょう。敵の軍団長を撃破するというその目標があったんですけど、逆に撃破されてしまうという大失態ですけど、ここはね、取り返していきましょうね。ちょっとね、この後余裕かなと思ってセーブをしてなかったんで、ここはもう何が何でもやっぱり攻略を進めたい、ゴリ押ししたい、そういう局面なので、このまま押し込んでいきます。ドズルを失った今、このシャアに頼るしかないので、シャアで押していきましょう。ただ、そのシャアも少しダメージを受けているので、後列に下げています。ここでシャアまで撃破されるわけにはいかないっていうね、そういうところですね。そして、ここでレビルを撃破。ドズルの敵を無事撃てたというところでしょうか。これで敵の戦力を大幅にダウンすると思うので、一気に押して押して押しまくりましょう。
では2ターン目に突入です。ここで決めましょう。まだ敵の数は多いですが、ミデアとあとは防御要塞ですかね、これらが中心なので、できるだけ早くこれらをね撃破して回りましょう。さあちょっとずつ削ってきてますが、この2ターン目での攻略はちょっと難しそうですね。3ターン目で確実にこの入薬を取りましょう。ギャロップを生産するのに時間がかかってしまったツケがそのままここに現れている感じですかね。ただ高機動型ザクの試作機、これの生産ができるようになりますので、ここでですね、モビルスーツの、ね、性能を一気に引き上げていきましょう。では3ターン目ですね、ここで確実に入薬を取りましょう。マチルダさんなんかがまだここにはミディアに乗って生存中ですけど、これもね撃破していきましょう。戦い続けよう我が祖国のために。まあ、ギャロップの生産、これに4ターンかかってしまったっていうのがねちょっと痛かったかなと思うんですけど、一方でギャロップ生産したことによって戦略移動がカリフォルニアからニューヨークまで大陸横断を2ターンでできるので、そこまで大きなロスではないと思うんですけど、それでもやっぱりニューヨーク守りがね固くなってましたね。特にミデア、これが固かったっていうのと、あと序盤の序盤、最序盤でドズルが撃破されてしまうという、まあ、大失態を演じたのがやっぱりこのニューヨークで、現在かなり苦しい状況に陥っている一番の要因ですかね。では3ターンを要するという、まあ、結果にはなってしまいましたけども、ここでこの入薬の攻略戦をね完了させていきたいと思います。まあ、最終的にモビルスーツの損害はですね、まあ、ドズルのザク、まあ、これが一番大きかった痛かったところなんですけども、それが1ユニットと、あとはアンザクスの J 型パイロットが誰も乗ってないものが1機1ユニットだったので、まあ、ニューヨークの攻略自体における損害は軽微だったんですけども、それ以上にね時間のロスっていうのがこの後の戦況にどれくらい影響を与えてくるかっていうところが、気になる部分にはなってこようかと思います。これでニューヨークの攻略完了です。いい性能だ、この機体使えるぞ。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。ニュース速報です。地球降下部隊が北米地域の制圧を完了しました。詳細はまだ明らかにされておりませんが、地球方面軍司令ガルマザビ閣下指揮の攻撃軍が数に勝る連邦軍に圧勝したとのことです。ガルマ司令はデギン皇后のご子息であらせられ、将来を嘱望された身でありながら兵士たちと共に前線で戦われています。兵士たちの間ではルームの戦いで大勝利を収められたドズルザビ閣下に勝るとも劣らぬ英雄であると称されています。ガルマが英雄とは、これで国民の戦意が高まるのなら問題あるまい。ああ、シリア。はい。ガルマも少しは役に立つ。そのようだな。それより、今後の戦いはどのように考えますか。北米を失った連邦軍は大きく士気が低下しています。攻勢に出る絶好の機会です。この機を逃してはならん。アジア、オセアニア、アフリカに対する攻略作戦を開始させる。はい、というわけで苦戦はしました、時間もかかりましたが、まずはニューヨーク取って北米の制圧が完了しています。この後は地上制圧作戦
キリマンジャロ、マドラス、トリントン、北京の攻略が可能になる段階に移っていくというところですね。各国占領地域において軍への不満が大きなうねりへと発展しています。はい、まあ、この後はですね、今ちょうど副官の方から報告が上がっている通り、政策面も強化しながらですね、地球侵攻作戦の方を継続していきたいと思います。では今回ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。ちょうどドズルも復員してくれたので、第二軍団の軍団長に再びね、活躍をしてもらいたいというふうに思います。情報部より報告書が届いています。ご覧になりますか。開発はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。